大物踊りについて少々ご説明申し上げます。大物踊りは真田十万石の城下松代藩の四祭礼に催されてまいりました舞踊の一つでございます。ちなみに松代町の祇園祭礼は江戸時代には非常なにぎわいを見せ、全国でも指折りの大祭としてその名を知られておりました。祇園祭礼の当日、松代藩真田家の殿様は町の中心伊勢町にありました藩の役所お久屋の桟敷において藩士の馬術をはじめいろいろの余興を見物され、夕刻騎乗の際松代城黄金門の前に設けた松葉桟敷に着席され、この踊りはその御前で踊りましたので大物踊りと呼ぶようになったと伝われております。踊りの起源はあまりつまびらかではありませんが、江戸時代初期慶長年間徳川家康の六男松平忠輝公が松代城主だった時、徳川将軍家の男子出生を祝うために催されたものが始まりとされております。その後元和8年真田信行公が上田から移行して松代城主となり、以来松代領真田十万石の千秋万世の宮迫をこそ本部とともに五穀豊穣を願う踊りの性質も持ち合わせることになりました。大物踊りは松平忠輝公時代の真田高田町御崎踊りと真田氏が移評してからの七花鳥踊りの2種類の踊りで構成されておりますが、踊りの動きや歌詞の中には今は滅びた伊勢踊りの形態が残り、収穫祝い歌や雨乞い祈願などの要素も含まれている珍しいものであると高野達之文学博士が評価されております。廃藩後は久しく行われておりませんが、大正10年松代開府300年祭を執行するにあたって復活し、その後全国的な舞踊民謡大会でも好評を博し、昭和44年長野市無形文化財の第1号に指定されて現在に至っております。それでは大物踊りご覧ください。
供養を込めて、つるとかめとが舞い遊ぶ。柱を頼みます。柱を頼みます。よーいよー、しかと踏んでやれ、このバオバならさぬえ、ならさねばやれ、踏まぬもの、そこらで落とすな、任せておけろ、任せておけなら松葉
誰だ？Woo!
ゃサイズ。落としたありゃ数密棒に数に差し。前や後ろののこぎりくずの数々は。Yeah.
頭を頼みます。文学書に展覧会等、それから創実所の方にも展示や販売等がしてありますので、どうぞ皆様ご覧いただきたいと思います。また明日は午前中は公民館での発表がありまして、午後は樋口邸とか国知、こちらと両方で発表があります。ご覧いただきましてありがとうございました。